なみさん、こんばんは。メッセージありがとうございます。今回は、なんかね、クレンジングを購入してビットコインをもらうみたいなのがありましたね。まあ、あのビットコインっていうのは今、いろんな入手方法がありますので、今回みたいな形でビットコインをね、リスク少なく手に入れるのも、なかなか興味深いことだと思います。特に今、ビットコインの価格300万以下になってますんで、これがまたね、400万、500万に回復していくと、 今手に入れたビットコインがちょっと増えちゃって嬉しいなみたいなこともありますんでねこういうふうなちょっとだけリッチになる方法を私たちはいっぱい手にすることができるとってもいい時代だと思いますはいそれでですね今回ねどうしても私ねあのいまだに頭の中にあるんですけどもその安倍元総理のことですよねまあ一人の人の死ということで非常に痛ましいものはあります まあ私もロスジェネ世代なんで安倍政治のせいでこんな目にあったと言える部分もありますしでも安倍政治のおかげでこういうふうにできたっていうこともあって両方あるんですよねでよくねあの安倍政治は何もしなかったっていうふうな論調を高く掲げる人っていうのはあの未達だったものをねリスト化してほら何もできてないでしょっていうんですけども逆にですね 安倍さんがやってくれたこと特に国防とかあ外交についてですよものすごい大きな功績を残したってことをなかなかねそういった安倍政治否定論者は認めなないいし語らないんですよね、まあ、例えば太平洋ダイヤモンド構想っていうのは今クワッドって名前ですけどもインドとオーストラリアアメリカ 日本それから東南アジアの諸国を結びつけてこう太平洋に安全で平和な海を作ろうとしているまさにダイヤモンドの形をしたね防衛ラインを築こうとしたのはこれは偉大なことだなと思いましたねうんそれを安倍総理が各国駆けずり回って結びつけたことやっぱり安倍総理の絶大なる信頼と外交力とそれから 人間的なキャラクターがですねまあそういったダイヤモンド構想を参加する多くの他国の人に受けたんだろうなと思いますまあ私たちはね逆立ちしても外国旅行一つに行くにしたってものすごく不安でね怯えちゃうぐらいです外国で仕事をするバイトをしたことすらありませんでも安倍総理って世界中で総理って枠を超えた仕事をたくさんしてね そしてまさに命がけでその地位を務め上げそして命がけで元総理という職に邁進し命がけで命を落としたと言えるんではないかなと思いますまあ私たちもそれぞれの分野で命がけで仕事をしてますでもやっぱり掛け声なんですよね命がけっていうのが実際に命を落とすことないじゃないですかうん だからねもっともっとやれることあるんじゃないかなと思っちゃいましたね、今回ね。で、それでね、うん、なんかこう、安倍総理のああいった事件を見て、多くのユーチューバーさんが、自分も顔出しをしてる身として、やっぱり不安に思うことがあるっていうふうに口々語られてるんですけども、どうなんですかね、コンビニで働いてる人も、毎日顔をさらしてますよね。 だから毎日警戒しないといけないのは、インターネットでこうやってカメラ越しに仕事をしている人よりも、多分リアルで人と対面しなければならない人なんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあなんか皮肉なことですけども、いろんなことに気づく、そんな瞬間でもあったかなと思います。まあ当時のね、警備体制に、 あれこれこ言う方もいいると思います確かに結果的に警備は無力だったということをね言わざるを得ないんですけども逆に今までああいった強行が成功しなかった裏には大半の場面では警備がパーフェクトで犯罪を防ぐ抑止力になったってことが私は裏付けられたんじゃないかなと思うんですよね。何もない時には SP の存在は忘れられてそして こうしたた事件が起きだから結果論から問われ追及されるのは結構苦しいなと思いますけどもでも仕事ですからね結果が全てっていう面もありますからこれからいろんなことがまた安全国防人間関係語られるんでしょうね、はい。ということで私たちは自分の持てる職場で場所で最善を尽くしていきましょう。 それでは今夜のこそこそ話でした奈美さんは安倍総理の今回の件についてどう思われますかそれでは失礼します